二次元アイドルナンバーワン決定戦フォースシーズン、今日は百花リーグ第2試合行いたいと思います。第2巡ですね。それではスターティングオーダーを発表したいと思います。先攻デレステイースト、現在1試合を消化し1勝0敗0分け、得失点プラス2点の1位でございます。1番ライト本田美桜、2番レフトアナスタシア、3番センター相葉由美、4番ファースト三村かな子、5番サード戸時愛理、6番ショートタダリーナ、7番セカンド阿部奈々、8番キャッチャー本田美桜、あ、本田じゃねえよ、原田美桜、そして9番先発は堀優子となっております。そして高校ホームチームです。目指せ1勝ミリオンライブ、現在1試合を消化0勝1敗、0分け、得失点マイナス1の3位となっております。1番レフト周防桃子、2番ファースト木下ひなた、3番セカンド中谷育、4番センター矢吹かな、5番ショート伊吹翼、6番ライト望月杏奈、7番サード横山奈緒、8番キャッチャー七尾由里子、そして9番先発は最上静香となっております。それでは皆さんご唱和ください。プレイボール、ね、ニコニコすごいぞ、 YouTube もやってくれ。さあ始まりましたミリオンライブ、そしてデレステイースト戦、あ、そうか、 YouTube あれかの時差じゃねえや、ラグがあるんだよね。やってくれてたくさんありがとう。さあ先発は最上静香、そして本田美桜、いきなり初球カーブでしょうか、翼ちゃん取ります。そして2番にはアナスタシアが入っております。アナスタシア現在打率が3割3分3厘。さあスローカーブ、これはうまくライト前、俊足のアナスタシアヒットで出ます。そして3番のユミちゃん、カーブをうまく捉えましたね。さあ当たりのスライダー、これどうだ、アナスタシアスチール成功。さあデレステがガンガン王者のプレッシャー与えております。スローカーブ、さあ静かに落ち着けるか、もう一回カーブ、このカーブがね一番自信のあるボール。さあスライダー、さあゆり子ちゃんがどうこの相葉由美ちゃんを攻めるんだ、もう一回カーブ、今度は桃子ちゃんのところへ。さあランナー釘付け、バッターかな子、かな子は開幕戦ノーヒット。さあスライダー打ち上げた、静香ちゃんのね真骨頂ですね、打たせて取る、なんとかこのピンチ、ワンアウト二塁のピンチでしたが3番4番なんとか後続を打ち取った。さあトップバッターは桃子ちゃんです。さあこちらも早打ち、チェンジアップに泳いだか、ショートのリーナちゃん、先発は前回のねサードシーズン相性という点ではそれを買われて先発というのもあったかもしれません、堀優子。このミリオンライブ戦サードシーズンで完封、デビュー戦完封という離れ技やってのけました、優子。さあ2番には木下ひなてちゃん、サイキックボール、新サイキックボールですからね。さあ3番にはいくちゃんが入ってます。ミリオンはねどちらかというと今回は足の速い選手、小技の利く選手をオーダーに並べた感じがあります。3番はいくちゃんです。やっぱりね堀優子ちゃんはね
チールという点で、これはファーストのかなこ、両投手持ち味を発揮しております。ゆっこちゃんも三者凡退。さあ変化球といえばこのトドキンがねうまいんですよね、打つのがね。さあストレート、さあ高めのストレートだ、広告ありがとう。さあこれはその分でいくとね、来週っていうかね、多分ミュージ戦がね広告足らないんで、多分一回途切れるっていう事態があると思うんでねもし広告打てる方はねぜひぜひという感じでございますが、さあバッターはリーナ、開幕戦ね打点も上げました。ストレート、時折投げるねこのストレート威力十分ですね。スピードはね数字的にはあんまり出ないんですけども、やはりコントロール絶品です。最上静香、今日はあのニコ生の方がねミニマス応援が多いですよね。さあドロップカーブ、さあ静香ちゃん乗っています。1回にねアナスタシアからヒット、あれはアナスタシアがうまかったですよね、スローカーブをうまくねヒットにしたんですが、さあサイキックボール、新サイキックボールです。さあ逃げ続ける、さあバッター4番の矢吹かな、やっぱりねミリオンは打線という点でね開幕戦2個から2本のヒット、2塁も踏めないというねのがありましたんで、今回打線を変えてきたサイキックボール、さすがにこの緩い変化球打つのがうまい矢吹かな、今季初ヒット。そして伊吹翼5番に入っております。広告ありがとう。さあ翼ちゃん何としてもここはサイキックボール、今のは完全にタイミング外された。まあ堀江子ちゃんといえばねクイックがちょっと苦手なんでね。さあバッター望月アンナ、ストレート大きい、望月アンナ伸びるツーラン、先制は見れます。ストレートですかね今の、望月アンナちゃん今季第1号ストレートですね、低めうまくすくい上げました。ゆうこちゃんはねあまりホームランを打たれるタイプではないんですけども、さあミニマスが先制、そして7番の横山直、さあ一転してストライク、ストレートが多くなってきたが、さあ緩いチェンジアップ、チェンジアップだ、よくついていきます。あーっとスラブ、さあ今季はねリード面でも頭がいっぱいかもしれません、七井ゆり子ちゃん、とにかく開幕戦2個にね飲まれましたからね。サイキックボール、おーっとトーキーナイスキャッチ、この回2本のヒット、望月アンナちゃん今季第1号2点を先制。さああと問題はパソコンのエラーぐらいでしょうか。さあこのね静香ちゃんはね俺の中で注目度高いですからね、ミニマスのピッチャーの中で。ドロップカーブ、これはセカンドイクちゃん回り込む、
とにかく1勝、まず1勝、それがミニマスファンの願い。二次元アイドルミニマスファン、口を揃えてね、とにかく1勝。スローカーブ、さあ、またチャンミョ、チャンミョは一発があります。このね、のらりくらりとね、そのカーブ、大きいカーブを持ってますからね、ドロップカーブ、そしてスローカーブ、そして縦のスライダー、多彩です。ストレート 148、 かなちゃんが突っ込んでくる。さあ、イースト、まだ1安打、初回のアナスタシアのヒットのみに抑えられております。さあ、堀優子ちゃんも3イニング目。さあ、サイキックボール、これはもうタイミングが取りづらいんですよね、サイキックボールね。そしてね、当たっても飛ばないんですよね、サイキックボールね。おーっと、外角低め。優子ちゃんの球はね、とにかく変化球が全部重いんですよね。だから、まあ、アンナちゃんが打ったホームランっていうのはストレート、このストレートの使い方っていうのがね、優子ちゃんの一つの課題でもあったんですが、さあ、サイキックボール外れております。さあ、桃子ちゃん、さあ、ストレート詰まった、これはキャッチャーの美代ちゃん、ピッチャーフライ、そして今日2番に起用されております。サードシーズンからね、数えても初スタメンになるんでしょうか、木下ひなたちゃんです。ファーストに木下ひなた、足が速いですからね。そうですね、ミリオンの本拠地はホットモットですね。さあ、ボールが見えています、ひなたちゃん、ストレート、詰まった、ショートリーナー、かな声を送ってスリーアウト。さあ、バッターミヨちゃん、ミリオンはね、あの開幕戦1-0完敗でしたからね、ミューズに、ミューズにっていうよりニコに完敗だったと思うんでね。さあ、バッターミヨちゃんです。まあね、ソシャゲで言うと先輩のデレステ、そしてね、ミリオンがね、新しいソシャゲでっていう話もあります。素晴らしいカーブ、静香ちゃんはやっぱりこのウイニングショットはこのカーブか。さあ、奈緒ちゃんも守備もいいですね、やっぱりこうテンポがいいんで、静香ちゃんがこれはね、バック守りやすいと思いますよ。しかしね、こっから1番本田美桜狙っています、ちゃんみよ、あーっと、スライダー引っ掛けた、引っ掛けたというかね、多分ボールの真下をこう擦ったような感じでしたね。なんとデレステイースト、まだ1安打、イーストがアナスタシアのヒットだけですからね。さあ、問題はこっからなんですよね。なかなかね、ミリマスが完封とか完投とかっていうピッチャーが今までないんでね、まあ、ここから系統に行くのか、それとも、まあ、もちろんデレステ、おっと、いくちゃんバンドの構え、デレステもね、動いてくると思うので、そのね、選手交代っていうのが流れを変えることもあります。
さあチェンジアップ、どうしてもこのチェンジアップはやっぱりいいですよね。サイキックボールにばっかり目がいくと思うんですけども、さあかなちゃんです。かなちゃんにはスラーブ、そしてストレートの配球か。おっとチェンジアップ、さあこれは釣られません、スラーブ。さあストレート、さあフルスイングでした。しかしチャンミオン落下点です。さあデレスティストとすればここまで抑え込まれるのはね、なかなかあまりないですよね。アクア戦とかでねありましたけども、ここまで追い詰められるっていうことはなかなかありません。そう、堀優子のね内容はね決して悪くないんですよ。それ以上にこの最上静香がね、さあスローカーブ、アナスタシアセカンドを超える。さあ3番ハイウェイミーワンアウト、あノーアウトランナー一塁、俊足のアナスタシア初回はスチールも決めています。さあ牽制、さあ走ってくるがどうだ、アウト。わあまあそうですね、タイミング的にアウトですね。いやでもここ積極的に走らせに来ました、宇佐美。そしてユミちゃんも三振、さあカナコはやっぱり変化球についていってしまう、ついていって引っ掛けて、このカナコの当たりじゃないですもんね。各チームねキャッチャーがね軒並みレベルアップしてるんでね。さあユッコちゃん我慢の投球、きっとみんな逆転してくれる、そういう思いで投げ続けている。さあ翼ちゃんボールを見えている、ヒットも出ました。チェンジアップ、さあ初回この2点、それはアナちゃんのホームランからでした。さすがかなこの守備、そしてなおちゃん、さあスラブ、これは今度センター前、なおちゃんヒット、そしてキャッチャーの七尾由里子、ベンチからねかなちゃんが見つめてましたね。さあチェンジアップ、さあなんかやっぱり時早く見えますね。スラム、さあさすがの堀優子、しかし今回抑えられている。大ピンチ、デレスティースト、スローカーブ、まあジャストミートするまで行ってないですよね。アナスタシアの打球っていうのはねやっぱアナスタシアがこううまくね翻弄してるんですけど、翻弄っていうか読んでねあのバットに乗せてるんですけど、その他のバッターがね翻弄されてますよね。この静かね、おっとスローカーブ、大きい大きい、ももこちゃんの上頭上、さあ届きん、先頭バッターツーベース、そしてチャンスに強いタダリーナ。さあリーナちゃん開幕戦でもタイムリー放ちました。ここはなんとしてでもロック魂見せるか。さあこのスライダーね釣られません。しかしこのストレートがある、今日はこの外角低めのストレート、左バッターには外角低め、これが有効です。
ライク入らない。ストレート、これはセンター抜けない。さあツーアウトランナー三塁、バッターはみよちゃん。さあ最上静香踏ん張れるか。さあ小気味いいテンポでツーストライク、外角のストレート、今度は高め、最上静香を抑えた。さあゆっこちゃんか。さあここはどうする。おっと幸子ですね。幸子が今季初登板。さあ静香ちゃんそのまま打席に向かう。ミリオンからするとね、公式戦でね完投のピッチャーいないんでね。さあスラブ、幸子はねアンダー15の代表選抜にも選ばれてね、キューバ戦でも登板しました。さあ素晴らしいスライダー。さあバッターも桃子ちゃんです。今日は YouTube も多いですね、ありがとうございます。コメント読めなくてごめんね。さあ素晴らしいボール、ツーシーム。さあ日向ちゃんに代打は出ません。日向ちゃんがもうなんか言いにくいんだよね、日向ちゃんって。木下日向そのまま打席に入る。まあもう1点欲しいっていうのはあるかもしれないですね。さあスライダー、うまい。しかしここはタガリーナ追いつきます。さあ9回あのバッターが代打で出てくるのか。おっと森久保ですね。ここはキラリちゃんではなく森久保、まあ左バッターっていうことなんですかね。森久保もねでもね打力ありますからね。さあ静香ちゃん見れます、球団初の完封へ。あと3アウトだ。スローカーブ、さあ森子セカンドフライ、バッターちゃんみよ。ちゃんみよの今初球ちょっと危ないんですけどね、ちゃんみよ手が出ませんね。いつもの積極性ありません、ちゃんみよ。ストレート、ストレート、外角高め。さあここでアナスタシア、今日2安打のアナスタシアのところでバッター代打の諸星キラリ、2安打のアナスタシアに変えてきます。スローカーブ、そしてデイスティースト完封。この結果誰が予想したでしょうか。完封勝利がね4試合連続続いてるので、いや今回もゆうこちゃんとねこのアンナちゃんのも投げ合いっていうのは見事でしたね。